高校生の投稿動画を紹介します。カラフルハイスクールです。今日は飯塚市の近畿大学附属福岡高校です。近畿大学附属福岡高等学校の天野と高崎です。よろしくお願いします。今日はこの学校のコロナ対策についてご紹介していきたいと思います。昼食時は距離を保った状態での黙食になっています。また扉や窓を開けて常に換気をしている状態を作っています。次は売店です。3密を防ぐためにいつもとは違う広い場所で販売しています。また入り口と出口を分けて一方通行制にしています。他にも毎朝の検温やエアドックの設置、ポスターなどを貼ったりしてコロナ対策の啓発を促しています。以上、近畿大学附属福岡高等学校のコロナ対策についてでした。バイバーイ。近大福岡高校の皆さん、ありがとうございます。部活ですとか学校生活、身の回りのこと何でも構いませんので、皆さんの周りで今起こっていることをぜひ投稿をお寄せいただきたいと思います。カラフルハイスクールのインスタグラムのアカウントから皆さんの投稿をぜひお寄せください。お待ちしております。ご自分で皆さんが編集まで行っていますんでね。いや、なんか学校生活いいです ね。普段私たち見ることないですから ね。はい、皆さんからのご応募お待ちしております。